バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイは一人寂しくお届けしますけれども、皆さん最後までいつもと変わらずイチャイチャお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。それではですね、まず1曲目早速イチャつきましょう。コロナ禍なんて関係ありませんよ。音楽で心と心をね近づけて、私とあなたとだけの音時間を過ごしたいなと思います。ようこでキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる。いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要。付き合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー。今日もお休みのキスをする。お聴きいただきました曲はヨーコでキス&ハグでした。今夜はメッセージをいただいてますのでお読みしたいと思います。ヨーコさん、スタッフの皆さん、こんばんは。初めてメッセージいたします。早速ですがゴールデンウィークも中盤ですね。ヨコさんは10日間くらいお休みがあるとしたらどのようにして過ごしたいですか？ぜひ教えてください、というメッセージをいただいております。今日はね、一緒にラジオ出演ちょっと難しかったんですけれども、今受験勉強ね真っ只中な中学校3年生のうちの娘シノンにですね、10日間休みがあったら、そしてここでコロナじゃなかったらで受験勉強しなくていいんだったらで、お金も無制限に使えるんだったらっていうね、まあ、話をしながらね、まあ、そこまで盛り上がったんですけれども、だったら10日間どのように過ごしたいっていう話をしたところ、彼女は大好きな BTS がねいるかもしれない、韓国に行きたいとか、お買い物したいとか、韓国でねいろいろ買い物してみたいとかね、あとは家族でディズニーシーに行きたい、富士急に行きたい、あ、キャンプもしたいな、もういろいろやりたいことがありまして、あ、そっか、今まで一緒にねいろいろしてきたけれども、ほらどこかこう家族ってそんなもんですよね、経費削減というねなのでここは節約して、ここは使って楽しもうみたいなねことをしてきたので、ここにお金が無制限に使えちゃうなんてね夢のような話がありましたら、きっとあ、これかわいい、これ欲しい、あ、これ買っちゃおうみたいなね、もう行きは空っぽなねボストンバッグとかも、帰りはもう、あ、そっか発送すればいいんだみたいになりそうですけれどもね、そうそう、まあそのくらいねこう夢があってもいいのかもしれませんが、
まあ、それはね中3の娘と一緒に話をしてての家庭話でございますが、ヨコはですね10日間あったらそうねでお金もね、まあ、無制限に使えるってことなので世界中旅したいかなと思います。で決してねその旅っていうのが私の中ではねセレブな感じのねちょっと格好つけてこんなとこ行きましたインスタで映える写真パシャみたいなことをしたいわけではございません。どちらかというとバックパッカーみたいなことをしたいかな。でもうちょっとここはお金に物を言わせて10日間しかありませんのでね自分でこう語学勉強をしてねどうこうっていうことももちろん時間があればしたいんですけれどもなかなかそういうわけにもいかないので現地でちょっとねこう気軽に通訳できる人をお願いしまして、でもあくまでもあの普通の生活をしてみたいみたいな感じでねいろんなところを回っていろんな方とコミュニケーションして過ごしてみたいなって思いますね。でその際には日本のお箸とか折り紙とか何かこう本当に和っていうものをね食べ物も持って行って良さそうだったら、まあ、日本のおせんべいとかさ気軽に誰でも食べやすいものをね持って行ってどうぞみたいな感じのね日本素敵だねみたいなそういうこともアピール、そして日本にも関心を持っていただきながら自分は自分でその国のその土地の生活様式をねいろいろ満喫できたら嬉しいなって思いますよね。そうするときっと10日間じゃ足りないし移動時間を寝る時間にしてホテルに宿泊する時間さえももったいないと思うのね。まあ結局タイムイズマネーということでございますよね。本当だからやっぱり今生きているうちに、そうそうそういえばねうちの娘に受験勉強しなさいってもうことごとくその勉強しなさいっていう言葉言うのが私めちゃくちゃ嫌いなんですね。本当に嫌なの。自分が言われたくないから。で必要なものってみんな勉強したりとか学ぼうってしたりするじゃないですか。自分もそうしてきたし、だから言ったって人はしないと思ってるから極力言いたくないけど、さすがに言わないといけない、気づいてほしいっていうタイミングももちろん子育ての中にはありますからね。でそうやって話をしてた時に彼女に嫌な気持ちをさせないで机に向かってほしいなって思った時にいろいろねこう今までいただいた言葉をこう考えてたんですよ。そしたら、あ、そうだ、私が彼女ぐらいの時に通っていた塾のおじちゃん先生がね、塾長先生が今日やろうじゃなくて明日やろうはバカ野郎だって言ってたなっていうのを思い出して、あ、その言葉ってめっちゃいい言葉じゃんって思って、まあ彼女にはそうなんだよっていうことではなくて、それを思い出して、あ、私自身にね、あ、今日じゃなくてね明日やろうはバカ野郎だな、私明日まで伸ばさなくていいよね、今やってた方がいいよね、あ、そういえば林修先生とかね、いつやるの今でしょう、でもそういうことですよね本当にね。そうだからそういうことをねちょっと思い出しまして、まあ、昭和の名言なんでしょうねどっちもね、まあ、今令和の時代ですけれども、その時代がどうこうじゃなくて人は人ですからね、いつの時代だって共感するもの感動するものは変わらないでしょうし、まあ、クリエイティブである以上はね時代は先々を見ないといけないんでしょうけれども、人の心を見ると変わらないものは変わらないからしょうがないでしょっていう美しさは私はあると思いますけれども、とにかく私が言いたいのは10日間休みがあったら世界中で自分が見たいもの感じたいもの触れたいもの満喫したいと思います。メッセージありがとうございました。そのようにねこのメッセージくださった方もねお過ごしなのかしらゴールデンウィークと思いながら、ヨーコは次の曲をお届けしたいと思います。私大好きな垂水市観光 PR 大使を務めさせていただけるね機会きっかけになりました曲がラブレターズそして Believe のミュージックビデオを撮影したことがねそうきっかけだったんですけれども、ぜひこのゴールデンウィークもね爽やかな風の中公園で、あ、いいなこの風気持ちいいねニコみたいな好きな人とねイチャイチャしてる人もいるでしょう。家族で、あ、ここに行ってよかったねコロナ禍だけど、あ、これてよかったねみたいなほのぼのされてる方もいるでしょう。休みだからこそおうち時間が一番幸せだねというねうちみたいな家庭もいるでしょう。そんな
皆さんにお届けしたいと思います。ヨーコでラブレターズ。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい心と心を続けてく明日へ聴いていただきました曲はヨーコでラブレターズでした。このお聴きいただきましたラブレターズはヨーコの公式 YouTube YOKO ヨーコ鹿児島
で検索いただきますとすぐヒットいたします。そちらのね、ヨーコのオフィシャルチャンネルでも見ていただけますし、何よりもね、垂水市の猿ヶ城渓谷というね観光地、ミュージックビデオの撮影の舞台にもなっておりますので、ぜひそちらの方もね楽しんで見ていただけたらなと思います。そしてヨーコのオフィシャル YouTube には Believe という曲もあります。そちらは新しい道の駅タルタルパーク浜平というところを舞台にしておりまして、マリンスポーツが楽しめるところでもあるんですね。そこで子供たちがワンワンキャーキャー、もうね可愛いんですよ。撮影もずっとヨーコの母性がね溢れておりました。もう女性ホルモンをね活性化してくれてありがとうみたいな感じのね。そうなので、そのビリープに関しては私が表現したかったことをいっぱい詰まっております。大好きなミュージックビデオでもありますのでね、ぜひ楽しんで見ていただけると嬉しいです。そうそう、 FM ギノワンでね告知してもいいのかなと思うんですけれども、結構ねこの FM ギノワンさんはね心が広い素晴らしいラジオ局だなと、鹿児島からねいつもね収録したものをお届けするという形なんですけれども、まだねコロナ禍の影響で沖縄のラジオ局でねブースからね生放送でお届けできていないのがすっごくね悔しいところではあるんですけれども、まあそのね FM ギノワンさんの懐をお借りしまして、ちょっと別なラジオ局のね告知をしたいなと思っております。お許しを。ヨーコは4月より鹿児島にありますフレンズ FM というラジオ局でね、毎月第1、第3土曜日夕方5時30分から放送の123シオンで GO という番組の新パーソナリティといたしまして、ねえ楽しい音時間を発信させていただいております。123シオンで GO はなんとシンガーソングライターのヨーコをパーソナリティにね、起用されて起用してくださっているのに音楽流してもらえないんです。ずっとありがたいお話なんですと言いますのもね、鹿児島をね代表するお寺西福寺、最も福があるというふうにね書いてある西福寺というお寺の池口豪泉貫主がね出演されて、毎回ねあそういうことなのかというね気づきをね与えてくださるコーナーもありまして、まあ、鹿児島感満載なんですよ。で鹿児島ってねよくねおやっとさっていうね言葉があるんですけれども、普段はね私たちみたいなもう世代は使わないです。だけど観光案内とかで、まあ池口豪泉貫主もおやっとさっておっしゃるし、まあ、焼酎の銘柄でもねおやっとさってありますけれども、まあ挨拶ですよね、こんにちはとかおはよう、こんばんはみたいな感じの、まあ、英語で言うハローに近いと思います。そんな感じで気軽にねおやっとさっていう風に使われるんですけれども、まあ沖縄の方言はねもう道ですよね。私はもう全く分かりませんなので鹿児島はね使わないけど、わざとこうコミュニケーションの一つとして使うなみたいな言葉とかは結構鹿児島弁未だにありますね。でテーマがありまして、健康、笑いと感謝っていうねこの三本柱がテーマでお届けしているんですけれども、まあ、気軽にこう私もね自分の感じてることをね言葉でお伝えしてるんですけれども、意外とね意外とよ歌手であることをね求められるんですよなのでこのバニラスカイではさ、もうお母さんな子供を全開みたいな、で女性であることもね全開で、ちょっとそこに取ってつけたかのように自分のさ歌手なところをさこうエッセンスみたいな感じで曲と一緒にねお届けしているんですけれども、いや123シオンで GO ではねきちんとちゃんとヨーコさん歌手でいてくださいねみたいなねこうありがたいことにねそういう風に扱っていただけて、わ嬉しいなって。だからマリナスカイでもねこれから私は歌手ですみたいな感じでね皆さんにね音時間をお届けしたいなと思っておりますけれども、いかがでしょうか、ダメでしょうか、しのさん。もし
次週ね、うちの娘が番組に出演してくれたらきっと言うんでしょうね。何言ってんのお母さんみたいな、母ちゃんやめてよねみたいなこと言われるんでしょうけれども、あ、そうそう、そういえばね、前ね、矢沢は矢沢、陽子は陽子だからみたいに生きていけばいいんだよっていうね、先輩からのアドバイスをいただきまして、あー確かになって思ったことがあったな、忘れちゃいけないなってね、今はちょっと思い出しました。陽子は陽子だからみたいな感じでね、これからもっともっとこう陽子オーラを発信していきたいなと思いますよ。ハッピーオーラでございますけれどもね。それではここで今夜最後の一曲お聴きください。陽子で愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑真綿のような何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができる。数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、瞬き一つほんの一瞬で光り続ける、光り続けてく、この胸の中にずっと、この胸の中にずっと。お聴きいただきました曲は陽子で愛実でした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。そして最近ですね、あのヨーコのオフィシャルの SNS にメッセージいただいたりコメントいただいたりしております。まあ、そちらでもね、まあ、もちろんこう皆さん心を持って の、 あのメッセージやリクエストを大募集しておりますからね。その場合はあのもし FM ギノワンさんに届かない場合 もう発信できたらなと思いますのでね、ぜひどちらか陽子に気軽にコンタクトが取れるところにねメッセージください。お願いいたします。まあゴールデンウィークもね、皆さんにとってはあっという間に終わってしまうと思うんですけれども、ヨコはね、まあ、仕事上というか、まあ、小さい頃からねゴールデンウィークってあんまり自分に関係ないなって、お休みが続く日だなみたいな感じでね、まあ、小さい時はね無駄に消化してたのかもしれませんけれどもね。でも今はさ、もう大人になると自分でどんだけでも休みは作れるし、どれだけでも働けるしみたいなライフスタイルを送っているので、自分にとってこの時間は大事だ、こう生きていきたいっていう方針でね、スケジュールは組み立てるようにしておりますね。基本どんなことでも、まあ何を過ごす時でも家族と一緒
もう私がね誰かと約束するとき基本娘がついていきますからね。そう、もうこのさ娘が巣立った後よ、私が寂しいのは。まあとにかく10日間ね自由になる休みがあったとしても、いつもと変わらず家族と一緒にハッピーになることばっかりしてやるぞみたいなのがね陽子の回答でございます。皆さんもねゴールデンウィークは終わっちゃいますけれども、次のお休み何しよっかな、キャッハウフフしながらゴールデンウィークをね終えられてください。そして来週も皆さんからの温かいメッセージもリクエストもお待ちしてます。では今週1週間もめちゃくちゃハッピーで過ごしてくださいね。いいですか、いいですか、いいですよね。よくは皆さんの幸せばかりを願っております。それでは一緒にバイバイハッピー。